ジャンプジャンプ。なんか懐かしいな。あ、懐かしいっすね。ちょっとうるっときました僕は。結構この光景見て、これはもう、そんなに思い入れがあった、思い入れがありました、やっぱり。ということで本日は、はい、帰ってきた、はい、プロ野球チップストーン。よいしょ。まあ、帰ってきたという名の通り、以前ですね、まあ、僕らが豊かチャンネルにもうレギュラーで出させていただいてた時にプロ野球チップストークというものをやってました。このプロ野球チップスのカードを引いて引いた選手について豊かさんが、まあ、語るとい う、うん、もう非常にシンプルな企画です。ずうずうしい企画ですね、はい、まあ誰が出てくるか分かんない。いや、そうです、ランダムで。別にこれ案件でやってるわけじゃない。買い込んだからね。自腹で買ってきてる。自腹でやってますんで。カルビーさん大喜びですよ、もう。そうだよ、自腹でやってるんで。お前レジの人びっくりしてたからお父さんなんやねんみたいな、ごっそり言ってましたもんね。ということで今日は、まあ、全部はちょっとあれなんで、うん、この中では一つ選んで、ね、その選手についてちょっと聞いていこうじゃないかと。なるほど、okay。 まあこれもう今年のもう出たばっかりなんで。いや、もうほやほやですね。なんで、はい、俺選ぼうと思ったやつをお前こうやって取ったね、お前。いやいや、これでいきますか。いや、これ取ろうとしたんですよ、むしろ。結構じゃあ安易でしたね。いや、なんかそう、すいません。いや、違う、やっぱりさ、はい、こうお山の大将みたいなさ、山の上にあるからさ。いやー、これを選びたかった。手垢つけちゃいました。お前なんか手つけちゃったな。そこまで言われると思わなかったんで。そんなこだわりあったんですか。あったんだ。すいません。俺も最初から狙ってた。あ、これにしよう。端のやつで。いや、端っこ。一番無難なとこ行ってる。いや、違う違う違う。これ多分ベンチに座ってるやつだと思う。スタメンじゃないってことですか。これどういうカードが入ってるの。大体レギュラークラスが入ってるの。まあそうですね、やっぱ何になる。まあレギュラーでもさ、はいはいはい、回打ったりだとか、はいはいはい、そういうのもあるわけでしょ。はいはいはい。狙いの選手とかいます、ちなみに。やっぱ知ってるやつがいいよね、話しやすいやつが。やっぱ D の DNA の選手がいいですか。まあ DNA はほとんど喋れない。ああ、ちょっと、じゃあこれ。おお、ちょっと投げた。あ、そうだ、やめてくださいよ、ちょっと危ない危ない。言われるに。いやいや、何を味しめてるんですか。いやいや、違う違う、あのグラブでもさ、おめえでもこれはめてごらんっつって、こうやってパッと投げたら、おグラブ投げんじゃねえ。ええー、これはもう、また食べ物が染まった。あれもだから趣味の人でしたから。はい、そう、はい、じゃあ、これで。ありがとうございます。本日はこちらでじゃあ、はい、それでは、開封させていただきます。はい、2枚入って俺1枚選ぶんじゃなかったっけ。ああ、そうでしょ。そうなの。よく覚えてますね。覚えてるよ。涙涙の企画だった。結構思い入れあったという。嬉しい。あ、じゃあ1枚選びましょうか、はい、僕らもじゃあ見ない方がいいですかね、一応。あ、見ない方がいい。じゃあ上か下かにしましょうか。あ、上か下、上か下かでな、はい、それはやっぱり下とは言いにくいよな、はい、やっぱ上上上、はい、ここ、はい、さあ本日この選手でいきたいと思います。バン。お、誰。うわ、キラじゃないですか。おー、キラだ。しかもすごい、すげえ。1枚目から、ソフトバンク石川投手。お、いいんじゃないですか。しかもめっちゃレアカードじゃないですか、これ。これレアカードっすよ。勝率第1位最多勝のカードが出ました。持ってますね。もう一人は誰だ。あ、もう一人は、あ、あー残念、駒田さん、中日の阿部選手。あー、マスター。あー、マスター。マスターでもよかった。あ、まあ両方喋れる。あ、言いますよ、せっかくなんで。久しぶりに言ってるわけで。まあ、そうだね。これすごくないですか、最先いいですよ、こんだけ。これすごい。いや、俺の意味がわかんない。なんだ、レアカードみたいな。ここを選ばずにここを選んだっていう、持ってるんですよ、やっぱり開幕投手。しかもそうだな、確かにそうだ。ただね、石川ね、今年ね、腕下げてるわ。え、あ、もっとですか。あ、だからね、変化球あんま曲がってないわ。あ、逆によくないというか。よくないんだよ。去年はあの変化球見た時に、はい、まあ、特にあのパワーカーブみたいな、うん、一旦なんかタイミング外すような抜け方するような、かといってキレがないわけではない、すごく切れるから、はいはい、もうこれはなかなか打ちにくいなと思ってたんだけど、はい、今年はなんかちょっと腕下げてコントロールは安定しなくなり、はい、変化球もう曲がらなくなってきてる。だからちょっと危ないな。危ないっていうか、あの暗感とかしてらんない。昨年の活躍が見られないかもわからない。へえ。去年は11勝かなんかでしょ。すごいな、うん、そう、あ、そう書いてますね。登板18、あ、11勝で3敗ですね。
最高勝率でしょ、はい、そうです、防御率 2.42、 あ勝率が、7割8分6厘と、そうそうそう、最多勝とかです、最多勝でもすごいテンポもいいしさ、はいはいはい、いいピッチャーだと思ってたんだけど、はい、まあ思ってたんだけどっていうか今年もいいけどね、はい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 、ただやっぱりイメージがちょっと変わっちゃった、腕が下がりすぎて、それはなんか わざとというか修正してそうしたんですかね、下げたってことですよね、多分な、そのことによってちょっと変化球が見やすくなったってことですか、それか、はいはい、一旦下げた時に、はいはいはい、ちょっと投げやすくて、はい、そこにはまっちゃったのかもね、あでも打者から言うと、はい、左、まあ、特に左打者から言うと下げることによって角度がなくなるから、はいはいはい、打ちやすいかもわからない、あちょっと見えやすくなる、見えやすくなるってことですね、だからそこら辺はね、俺はちょっと危険な分野に入ってるかなと思う、あらいやそれは俺はピッチャーじゃないから、はいはい、専門的なことはわからないけど、腕を少し上げる下げるによって、うん、やっぱ腕の振りっていうのはスムーズになったりするんだよ、ゼロポイントっていうのがあって、はい、そこで投げてるピッチャーっていうのは故障しないらしいんだよ、うん肘型は、はい、だけどそこが決して投げやすいところではなくて、だから自分でのこうイメージがあるじゃない、俺そこで投げてるんだと思う、それかもう疲れてるのか、あ下がっちゃってるんですか、それで、あそれちょっと怖いですね、それだと怖いでしょ、はい、いやだからもうちょっと腕が上がってきた方が俺は勝てる、もともと勝てるピッチャーだ、いやまあまあもうそうですからね、もったいないんだよということで、まあはいはい、1枚目からちょっと、そうですね、薄味なコメントで、いや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 薄味じゃないでしょ、ちょっと薄味なんでね、やっぱりはい、厳しいですね期待をしてるということ、期待した上、まあでもまだこっからですから、そうだ、ね、まだ分かんないですからね、でまあ上か下か選んだのがちょっと無駄になっちゃいますけど、はい、こちらのマスター阿部選手もいきましょうか、ね、はいはい、せっかくなんで、いやいいよ来てるよ今年、俺はまあ動画を見てもらったら分かるけど、はいはい、中日の予想オーダーの中に阿部、まあ、2番という、ああそうですね、これなぜかというとやっぱ右打ちが天才的にうまいよ、うん、で最初3番でスタートしたでしょ、はい、中日がこれなんでかなと思ってさ、阿部、うん、が2番に入ってるとやっぱこう嫌だと思うよ、相手はランナー1塁大島の出る確率っての高いからさ、はいはい、そこでエンドランもできるし、はいはい、右打ちもできたらさ、おのずと1、3塁作れる、はい、だすごいいい選手だよね、うん、で勝負強いし意外にでジャイアンツに特に強いの、はいはい、そうイメージありますね、イメージありますね、中日ってトータル的に勝負弱いんだよみんな、はいはいはい、その中にあって勝負強い方だから、うん、だから貴重な選手だよ、ありがとうございます、お客さん自分が褒められてみたいになっちゃってドラゴンズファン代表としてね、いやいやもうそれぐらいねやっぱりもうこの大好きな選手、はいはいはい、でもこのやっぱ今年の中日のこの得点圏というか、うん、やっぱ9試合でまだ27得点ぐらいしかないんですね、うん、いや昨日でもさ、はい、中日が追っかけてるんだよ DeNA をね、ノーアウトランナー一塁大島、はい、2点あるんだよ、だからここで何にもしないでゲッツーなんだよ、あなるほどなるほど、2エンド2からかな、阿部ってさ当てろって言ったら当てられる選手だから、うん、まあ、エンドランなり何なり、はい、あかけたらいい相手は嫌だなと思ってて見てたんだけど何にもしないでゲッツーなんだよ、うん、もったいないもったいないまあまあまあそうですね、阿部の特徴を考えたら俺はもったいない、なるほど、そうですね、阿部選手生かすならもっとまああったんじゃないかっていう戦略的にってことですね、まあ、2安打打ってたけどね、はいはいはい、その試合ではだから、まあ、それもあったんですかね、うん、状態がいいということで、はい、任したっていうことはあったにしても、はいはい、でももう終盤だったからな、うん、だからなんか仕掛けてもよかったなって思うね、なんかね、そうですね、もう本当にその通りです、うんそうまあでも、はい、いい選手だよね、いやそうですね、まあ、いや素晴らしい、はい、これねいい、いやいいいい、なんかいい2人引けたんじゃないですか、そうだ出だしじゃないですか、すごい久しぶり、うん、まあただ全国的にどうなんだろうね、地味いや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 そんなことないですよ、もう何ちゅうことですか、もう、はい、カルビーさん敵に回したらダメですよ本当に、いや別にカルビーに喧嘩売ってるカルビーさんは、いや別に喧嘩売ってないけどカルビーさんは痛でないんじゃない、そう世界のカルビーですからそうですよ、もう自分らは言ってないです、言ってないです、僕らは言ってないです、君とは一言も言ってないです素晴らしい選手が2人出たと、そうだね、今回はこの組み合わせってどう決めてるのかね、
ランダムじゃないですか。まあ、例えばセリーグとパリーグって分かれてるのかな。いやでもなんかパリーグ2枚とかの時もあった気がするんですけど。ありますあります。まあそうだよな、はい、だってその作業される方が、うん、いやセリーグパリーグみたいなことやるんですか。いや別にこう、こう分けときゃいけない作業。手作業じゃないよ。どうなんだろう。手作業なのか分かんない。作業だろ。たまにこうレアカードとかもあるじゃないですか。ね、あピッチャーの出てるよ、ね、はいはいはい、あのバッティング、うん、あるね、涌井投手の打席のやつとかもあるし、あある、ね、そういうレアの秋山があったな。あ、ありましたね。そうとかもあったり、結構ね、面白いっすよね、こういうの。でちょっと豊さんのさ、なんかカードみたいなこうしれっとこれ入ってないの OB は。OB 入ってないっすね。やってほしいっすよね、そのレジェンドチップスみたいな。 OB セレクションみたいな、OB セレクションみたいなのちょっと。あ、それでも結構マジでね。いや例えば OB が出て、はい、俺が入ってるとしたら、はい、それが出るまで買い続けるとか。いやー、そうそれでいくらかかったのか。いいっすね、カルビさん、お願いします。お願いします。